公平2月3日から1968年6月25日は、日本の海軍軍人、政治家。最終階級は、海軍少将、松山市長。愛媛県分け郡堀江村で、落倉義、吉夫妻の息子として生まれる。1907年、私立北予中学校を卒業し、海軍兵学校に入学。1910年7月、同校を卒業し、 1911年12月に海軍少尉任官。海軍大学校で、おつし学生、ついで海軍水雷学校高等科学生、同特集科学生として学んだ。第3水雷戦隊司令部付、米国駐在、第1水雷戦隊司令部付、検参棒、道の区通新長心得などを経て、1924年11月、海大講師22期を卒業した。以後、 軍令部参謀、第二県外艦隊参謀、海軍大学校教官、在メキシコ国公使館付部官などを歴任。1931年12月、海軍大佐に昇進し、1933年11月、多摩艦長に就任。賃海洋工部参謀長、仮称賃海海軍航空隊設立準備委員長を経て、1936年12月、 比叡官庁となる。1937年12月1日、海軍少将に進み軍令部出資、同月4日に退名となり、同月21日に予備役に編入された。1942年10月、勝田和江、川島義士の進めで、松山市長に就任し、戦時下の対応に尽力。1946年3月、市長を退任した。戦後は、 飯岡マグネート工業会社監査役、田中正規会社取締役などを務めた。ありがとうございます。